の？なんであなたがここに？え？年越しパーティーの荷物運びを手伝いに来てくれたの？そう、ごめんなさい。急にあなたが来たからびっくりしちゃって。もちろん今夜の年越しパーティーのことは忘れてないよ。ただ大掃除が終わったからちょっと一休みしてただけなの。本当だよ。あなたはお部屋の大掃除終わった？ルビーはスクールアイドルの雑誌を整理してたんだけど、なかなか終わらなくて大変だったんだ。去年までは好きなスクールアイドルの記事だけ厳選してたけど、今年はなんだか全部取っておきたくて自分がスクールアイドルになったからかな。今年一年で宝物がたくさん増えたから、片付ける方法考えなくちゃ。あー、でも捨てたくないなーなんて思ってたら全然荷物が減らなくて、正直に言うとちょっとだけ飽きちゃったんだ。本格的な大掃除は来年になってからでもいいかな。なんてねさすがにそれはダメだから、もう少ししたら再開するね。え、お姉ちゃんがルビーのことを呼んでた？今夜の年越しパーティーのためにもう一品作るからお手伝いしてって？うん、わかった。気分転換にもちょうどいいし、次はお料理を頑張るビー。もしよかったらあなたも手伝ってくれる？